あ、旅人さん、君たちも戻ってきたんですね。こんばんは。コレイを見かけなかったか？コレイなら、さっき部屋に戻るのありましたね。そっか。とハピ。どうやら今日は無理みたいだな。また明日にしようぜ。しばらく。Ah, espera. Bite the dust, no. Sigue para arriba, así que. Sería. Estar. ¿Cómo era? To heaven. ¿Cómo era el... Star way to heaven? Me encanta cómo se ve la puta pirámide absorbiendo mi asma, lo que empieza a ser. Made in heaven. Eso era May, coño, Made in Heaven. ひと晩中考えてみたけど、コレイがどうしてああなったのか、おいらやっぱりわからないぞ。もう気分は良くなったかな。コレイのところへ行ってみようぜ。トラカサイコレイ、ポンサイコレイ、パテノメハツノノケツラミション。ナー決めるペロチェパイデパイメル。君たちか。ちょうど探しに行こうとしてた。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ？コレイは？コレイの様子を見に来たんだ。簡単に言えば病気になった。病気？まさか。あ、ひょっとして昨日のオイラのせいだのか？心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を引き起こすことはできないよ。これはコレイの持病なんだ。まあ実を言えば、確かに君たちが来たこの数日、コレイは興奮しすぎて自分の体の状況に気づかなかったっていうのもあるけどね。無理もない。何しろコレイはもう長いこと友達に会っていなかったんだ。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから、静かに休ませてあげないと。コレイは寝てるぜ。病気が治ったらまた来よう。¿Sabes lo fácil que es entrar a una casa y robarle? A ver, pero no tiene el peluche de...El peluche de. Nos mintieron, el peluche del Bonnie y de Amber. Ahí está.さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことは、さっきコレイが話してくれた。リーユエと稲妻での正義感ある行動についてもちょっとは知ってる。でも先に言っておくけど、コレイに関することを君たちに教えるのは君たちの身分や経験とは全く関係ない。理由は一つ、コレイに頼まれたから。正直言うと、コレイの過去を君たちに教えるのには賛成できないけど、コレイ曰く君たちが友達として誠実に接してくれたから、コレイも同じように君たちに接するべきなんだってさ。ティナリ、コレイは何の病気にかかってるんだ？持病って言ってたけど、まさかずっと前から病気だったのか？そうだ。コレイはまだ小さい頃に
マリン病という病を患ってしまった。エレアサル。マリン病？これはスメール特有の疾患でね。患者の体に灰色がかった黒い鱗状組織が現れることから、その名が付けられた。最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指に力が入らなくなり、時には感覚がなくなることもある。そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり、やがては完全に動けなくなってしまう。それ結構怖くないか？また、まさかこの間コレイがうっかりしたのが原因は？Pero eso no. Es sumero, eso es de. ¿Estás hablando de la historia? マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷つけさせないようにしてる。適切な治療方法を取れば、病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけど、マリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物が。ああ、バーレン。ファデュイを知ってるんだね。Okay. 説明する手間が省けるよ。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられてた。だけどファデュイのところで過ごした日々は彼女にとって決して愉快な思い出じゃなかったんだ。彼女は強い。ずっと楽観的に振る舞ってるけど、いまだに人から触れられた時恐怖を感じてしまうことが。コレイはずっとたくさんの苦しみに耐えてきたんだな。そうだパイモン。Por eso Corey estaba con los Fatuis, ellos la secuestraron. 昨日君を驚かせたことを謝りたいらしい。それからごめんなさい、ずっと病気のことを黙っててとも言ってたよ。Corey は何にも悪いことしてないじゃないか。謝る必要なんかないんだ。うん、その言葉は次Corey に会うとき自分で伝えてよ。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い込んでた。僕の弟子に二度と同じような苦しみを与えないであげて。おう、ティナリ、任せてくれ。まあひどくはないよ。今回倒れたのはここ数日体力の消耗が激しかったからだ。薬も飲ませたし、ちょっと休めば治ると思う。でもコレイがガンダルバー村に来た当初は確かに今よりずっとマシだった。あの時彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、知識も学びたがってた。だから加わってもらったんだ。でも最近は体力がかなり落ちてきてる。適度な運動はずっと必要だけど、やっぱり長距離の巡回はもう。Pero ¿qué es enfermedad? さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。これから彼女の薬草を取りに行かなくちゃいけないから、話はここまで。¿Qué es esa? Adiós, Ben. Es que esa enfermedad tan rara. Le salen escamas. Y le llevaron con los Fatuis. Pero los Fatuis le metieron también una cosa de arconte. No sé. Esto tenía que ver. ¡Suéltate, Tinkore! ¡Tinari! ¡My God!だけどウリンは危険だし、旅人も療養中なんだから、道中は僕の指示通りに動いてね。¿Qué pelea contra el dios rayo? Ah, le ha vuelto mi waifu. じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。マリン病患者の体力を回復してくれる。ティナリ、その植物はどこに生えてるんだ？サウマラタハスはウリンに点在してる。
ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタカスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にあるすごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタハスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。あ、いっぽかロサ。うっかりしてたぜ。ティナリと植物の話をするのは早計だったよな。